後ろから前につけることでまんべんなくムラなくつけることができます。太い毛束と細い毛束を混ぜて作るのがポイントです。クールウェットは自然なツヤ感とウェット感を出すことができます。ベタつきもそんなに多くなくて、なおかつ動きもつけられるので、遊び心を持って例えばセクシーなイメージをつけてみたりとか、そういった意味で面白く使ってもらいたいと思います。